冷蔵庫さらっと見てさ、ハンバーグとかオムライス作れないからね、ちなみに。うん、別に俺そこまでは求めてない。いや、なんかね、ちょっとこう、ちょっとした炒め物とかさ、うんうん、そういうの作ってくれたら嬉しいじゃん。野菜がちょっと残ってるとかしたら、まあ、ね、こう、レバニラとかさ、なんかそういう。うん、レバニラ、ニラないよね。レバーもないよ。ごめんなさい、ごめんなさい。レバーだったらフレッシュなもんだから。でも、いや、まあ、野菜炒め、野菜炒めね、野菜炒め。野菜炒めね、まあまあ。野菜炒めね。そうそうそう。なら頑張れるから。あとね、あとスープ、まあ、味噌汁とがあったらいいし、まあ、俺は味噌汁は結構、キノコ系のやつがいいから、それを作ってくれたら。キノコ系。キノコの味噌汁が。それさらっと作っちゃ、買ってきてほしいキノコ。そう、まず具材を指定することがもうね、うん、じゃあ自分でキノコ買ってきて、うん、これでキノコ味噌汁。ウーバー頼むからいいやもん。ウーバー頼むからいいです。ごめんなさいでした。